クリントン・モリソンはイングランド・ワンズ・ワース・ロンドン特別区出身の元サッカー選手。現在はサッカー評論家。出身はロンドンだが祖母の一人がアイルランド人であるため代表チームはアイルランドを選択している。ジャマイカ及びトリニダード・トバゴの地も引く。1998年5月に2部所属のクリスタル・パレス FC でデビュー。 翌1998から99シーズンから、レギュラー入りし13ゴール、さらに99から00、00から01シーズンも14ゴールを上げる。01から02シーズンには26ゴールを記録し、FA プレミアリーグ所属のバーミンガムシティ FC にトレードで移籍。なおこの時、バーミンガムからクリスタルパレスに出されたのがアンディジョンソンであった。 しかしバーミンガムでは、レギュラーポジションを確保することができず、結局04から05シーズンまで3期所属して87試合出場14ゴールに終わる。2005年8月に再び2部所属のクリスタルパレスに復帰。05から06シーズンは13ゴールを上げ、以降も06から07シーズンは12ゴール、07から08シーズンは4月10日、現在14ゴールと、 コンスタントにシーズン十数ゴールを計算できるストライカーとして活躍している。08から09シーズン前にコベントリーシティ FC に移籍した。ここでも2年連続2桁ゴールの安定した成績を残した。2010年7月、シェフィールドウェインズで FC へ移籍。13から14シーズン限りでコルチェスターユナイテッド FC を退団。 2014年11月27日、フットボールリーグ2のエクセターシティ FC に加入した。2017年にミックル・オーバースポーツ FC を、最後に現役を引退。引退後は、スカイスポーツなどでコメンテーターを務めている。アイルランド代表では2002ワールドカップ後に、主力の一角を担うようになり、ロビーキーンのパートナーとして、ユーロ2004予選。 2006ワールドカップ予選を戦っている。2002ワールドカップの本戦ではメンバーには選出されたが試合には出場できなかった。ありがとうございます。